子供が主役、子供が店長のリアルお店屋さんごっこ、おとぼーマーケット子供フリマ。子どもたちが中心となって頑張ることで、それを地域の方が支える。そうすると町全体がみんながつながっていきながら元気になっていくと思って行っています。物やお金を大切にする心、子どもたちは楽しみながら学んでいきます。楽しいです。いっぱい売れて嬉しいです。本当の人と人の触れ合いって今少なくなってきてるから、なかなかいいんじゃないかなと思って、もう生き生きしてる子供の姿見て、よかったなと。たくさんの触れ合いと笑顔いっぱいの一日でした。約束にまっすぐ県民共済。